江戸時代の歴史、家康が征夷大将軍に任命され、大高の陣で豊臣氏の勢力をなぎ払い、武断政治で改易や天保を連発します。海外とも交易してたけど、島原の乱を契機に鎖国的政策を本格化させます。途中から朱子学を重んじる文治政治に切り替えるも、徐々に幕藩体制がぐらついて、吉宗が享保の改革、田沼が商業的政策を行います。さらに松平定信が寛政の改革を行い、家斉の大御所時代に突入します。天保の飢饉、大塩の反乱を機に水野忠邦が天保の改革を実施します。でも海外船との接触が増え、改革に成功する有力な藩も登場します。ペルリが来て大政奉還したことで江戸幕府は閉店しましたとさ。10時間世界史、12時間日本史で検索。